もしゴートが代表監督ならどんなチームを作るまあよくある質問ですよね。これに真剣に答えていこうっていうのが今回のトークテーマです。関連質問としてですね、代表的なの3つ。ここもちょっと話の流れの中で答えていきたいなというふうに思っております。もしゴートが代表監督ならどんなチームを作ると。 ここに対して答えていきたいんですけれども当チャンネルを立ち上げて1本目の動画ですね今ソシオ専用動画になっちゃって一般には公開してないんですけれども日本人っていうのは戦術を重視するべき国民だと思うなっていう主張をしてるんですよそこの動画の中ででなんで日本人が戦術を重視するべきなのかっていうその理由としては国民性なんですよね日本人の特徴的な国民性として私がパッと頭に浮かぶのは2つ 一つは勤勉さ。もう一つは協調性なんですよね。で、勤勉さと協調性って戦術を遂行する上で、すごく重要なワードだなと思ってて、ちょっとね、昨今日本人の勤勉さだとか協調性だとかっていうことが悪い意味で捉えられることもあるとは思うんですけれども、だけど、いい意味で捉えれば素晴らしいことでね、もちろんその勤勉さがなければ戦術って やろうなんて話になりませんし、勤勉さがあれば、戦術っていうものが体系的に学べる環境さえ整っていれば、理解が進んでいくものだと思いますし、また協調性っていうものも戦術する上で絶対ですよね。戦術っていうのはもちろん個人戦術っていう一人で行うものもありますが、ユニットだったり組織、とにかく連携ですよね。なので日本人の悪く思われがちな空気を読むっていうところは、戦術の基礎が出来上がってくれ 素晴らしい機能を発揮すると。で、なんだそんなことかと、協調性だとか、勤勉さだとか、そういうことかっていうふうに、我々日本人の物差しで見ると、それは大したことないように見えるかもしれないんだけども、世界的に見ると、その国民性を持ってる国って、 で、ないんじゃないですかね。あるんでしょうか。わかんないけど、私が知る限りない。で、ワールドカップっていうのは国民性っていうのもんもう民族としての国を代表してますんでね。民族性がもろに出るんですが、よく考えてみると、国民性のあるサッカーって、やっぱりまだ残ってると思うんですよね。例えば、この間優勝したアルゼンチンとかって、 で一人の天才を要するサッカーに強いんじゃないかなとまあ、アルゼンチンが強かった時代っていうのはマラドーナと今のメッシの時代一人の天才を引き立てるような で、ブラジルもそうじゃないですか。ブラジルは一人のっていう感じではないんだけど、テクニシャンがやっぱりチームに何人かいて。で、結構フィジカル的だったりもするし、ヨーロッパに出ていった選手もいて、組織的だったり、また守備力の高さも近年のブラジルはあると思うんですが、でもやっぱ根底にあるのって足元のうまさなんですよね。で、そのストリートでサッカーするっていうブラジルの文化。で、ヨーロッパはヨーロッパでそういうサッカーじゃないですか。 イタリアで言うとカテナチョウですけれども、あれイタリア人ってでかいっすよね。なんかイタリア人って言うともうマテラッチ、ネスタ、マルディーニみたいな。ああいうシルエット。体の大きさだとかね、サイズ感。ああいう感じ思いつきますよね。まあそうやってですね、世界国民性生かしてると、じゃあ日本もそれ生かそうよという発想ですよね。日本がまず戦術的に戦うべきだっていうところ。 でですね、戦術的に戦うべきっていうことと、私が代表でチームを作るならっていうことですけど、楽しいサッカー。これ絶対なんですよ。楽しいサッカーをするべき。日本代表ワールドカップでドイツ、スペイン倒して大盛り上がりしましたが、より楽しいサッカーをやってたらもっと盛り上がってたよねっていうところで、ワールドカップが終わってからの日本代表のサッカー。 て三選選手手久保選手中心に楽しいサッカーやれてると思うんですよだけど、まだもっと楽しいサッカーができるし、ヨーロッパのサッカーを見てたりだとか、過去の素晴らしい戦術的なサッカーを見てた人から言わせると、日本代表のサッカー今楽しいかもしれないけど、その楽しさって、三笘すげえとか、前田のスピードすげえとかっていう、そういう個人のレベルの楽しさだと思うんだよね。 もっと組織的なところの楽しさっていうのがあるし、ひょっとしたら本当に組織的なサッカーの楽しさっていうのは、日本人のサッカーファンの多くの方が見たことないものなのかもしれない。だけど、日本代表のサッカーってさ、ちょっと下火じゃないですか、言ったら。カズさんがいた頃、 中田秀俊氏がいた頃、中村俊介選手、本田選手いた頃と、香川選手いた頃と来て、やっぱりちょっとどのスポーツにも言えることなのかもしれないけれども、日本国内においてもやっぱりちょっと下火。だけど、戦術っていう側面でさ サッカーを知るということはサッカーの面白みっていうか楽しみ方をもう一つ違う角度で持つことになるだからそういう視点で持つことができれば日本代表もう一度まあ過去のバブル期のようなブーム来る可能性あるんじゃないかそこに近づくんじゃないかそして楽しいサッカーをすることによってそうやって今のファンを獲得することもできますしさらにですねその今面白いサッカー戦術的なサッカーをやって 日本代表を見てて育ってくる子どもたち。今小学生だったり中学生だったりっていうその選手たちが若い選手たちが戦術って面白いんだなと戦術って素晴らしいんだな効果的なんだなっていうことを実感しながら戦術を学びながら成長していく。 その先にワールドカップの優勝があると思ってるんですよ。だからこの4年でどうだとかっていう、まあもちろんその4年も頑張るべきですよ。だけどただ頑張るんじゃなくて、それが構成につながっていく、積み上がっていく頑張り方がベストであると。一過性で優勝したってね、例えばすごい天才が11人奇跡的に集まった、まあもちろんポジションによっていろいろ個性あるべきなんだけど、まあそうやって各ポジションに最高の選手が揃って で優勝したまたま優勝したよね。この年は奇跡が起きてと。しかも、一人二人怪我してしまって、チームの中心人物がワールドカップで出れなくなってしまうと、途端にそれは崩れる。まあ、ザッケローニジャパンの時のですね、長谷部選手がワールドカップ本戦、怪我してましたが、そういうことになりかねない。 とということを考えるとやっぱり積み上がっていく個性にそれが残っていくサッカーを追い求めていくべきだというふうに思っております。で、優勝はね、16年で考えるべきだと思ってるんですよ。目安ですよ。だいたいワールドカップ4回分、最高のサッカーし始めて、それを見た子供が、例えば4歳の子供が見たとしたら16年後、20歳。 そこが最高の日本代表がワールドカップに向けて駆け上がっていくストーリーのクライマックスの部分になる。一つのね。っていうイメージで16年計画だよ。だからこれ。優勝は16年計画。 で、見ることが逆に最短ルートなんじゃないかなと、一過性の奇跡信じるよりも、逆にこれが最短のルートなんじゃないかなというふうに思っております。それが基本的に私が主張したいこと。で、私が代表監督を作るなら、こういうことをテーマにチーム作りを考えると。で、関連質問にちょっと答えていきます。ワールドカップで優勝に近づくために必要なこと。この答えこそが戦術的に戦うべきだし、楽しいサッカーをするべきっていうことだよね。 で、二、招集機会が少ない中どうするここなんですよ。ここがだから、戦術を、 合わせようっていうふうに普通思うよね。今みたいなオフシーズンに選手たちが集まったりして、代表ウィークの時に集まったりして、ちょろちょろっと練習するだけじゃん。だから戦術合わせれないじゃん。だけど、選手たちを合わせようとするって、そういう感じだと皆さん思ってると思うし、私もそう思ってたんですけども、私が考えてる流れはそうじゃないんですよね。例えば、今日本代表が戦術的な素晴らしいサッカーをする。そしたら、そのノウハウだとか、動きのパターン、 なんだとかっていうのが しっかりと各町クラブ、少年サッカークラブのレベルまで落とし込まれていく、日本サッカー協会がそういう小さなクラブにまで戦術を指導していくっていう、今だってみんなそれぞれのクラブがそれぞれの育成の仕方してるっていうのが現状だよね。じゃないんですよ。私が考えてるの。もう日本が足並みを揃えて、この動きはこうだよねっていう、ちゃんと概念付けて、このフォーメーションはこうだよねっていうのを小さな指導現場からもう伝え だから16年後にはもう戦術の基礎が高いレベルで備わっている選手たちだけで日本代表が構成されているということです。だから戦術理解力っていうのは今このチームでやるサッカーをどういうサッカーをするかっていうそういう理解っていうよりも戦術理解力っていうのはあれしようって言われた時にうんっつって言ってすぐできることなんですよ。その遂行能力の高さっていうかねプラン A はこうだよって言ったらすぐできる。プラン B はこうだよって言ったらすぐできる。 16年かけて戦術を末端のチクラブにまで落とし込んで、そうやって体系的にやっていければ、そういう戦術の知識を高いレベルで持っている選手たちが上がってくる。で、召集機会が少ないけど、この試合こう戦うからっ,つって言って、それが実行できるレベルになっているというイメージですね。私の中で。 まあ、選手がもう理解しているということだよね。で、プランを説明すれば、選手が高いクオリティで動くと。だから、日本のサッカーイコール戦術サッカーっていうのを、自分たちも打ち出していかなきゃいけないし、なんからスペインみたいなイメージだよね。言うとね。ただ、スペインよりも高いレベルでっていうイメージですね。私が言ってるのは。それぞれのクラブがじゃなくても、国を挙げて戦術の基礎を高めていくと。 いうところですね。ただそれってね、私ね、野球はできてると思うんですよ。ちょっとできてるって言うと語弊があるかもしれない。詳しくないからね、私が野球に。だけど、なんとなくやっ 言ったことある小学生の時とかに。で、あん時ってさ、野球ってナイアアンダーの時とか、一類の選手がゴロを取りに行ったらカバーしてとかあるじゃないですか。どこどこの人が動かされたら、その類をカバーしてキャッチ受けするみたいな。で、それって私全然知らないんで、少年野球やってる時、全然できないわけなんですよ。だけど、やってるんだよね。少年野球で強い子は。だから多分、あるんでしょう。野球ってああいう型みたいなものが。 この時はこう動けば最適解だよねっていうのが。サッカーもそれを出していくってことなんです。で、それを野球のあのカバーリングみたいに、サッカーも自動的にそれができるようになっていくというイメージですね。で、それをすることがね、すべてにおいていいと思うんですよ。例えばさ、三苫選手も今シーズン大活躍。で、久保さん選手にしても、鎌田選手にしても、伊藤純也選手にしてもですね、日本人選手で活躍してる選手って、戦術理解力高いと思うんですよね。 まあもちろんそうじゃない人もいるとは思うんですけども特に如実に出てんのは三笘選手だよねドリブルだけど個人戦術なんですよね完全にで味方が走り込んだ介護のスペースを使うだとかその場その場の戦術的な理想的な例えば三笘選手はシュートもあるしカットインもするし縦突破もするしそれって自分の特技が一つあるんじゃなくて状況に合わせてやってるっていうことで戦術的なんですよね味方の動きがこうだとかどれぐらい惜しく 込んでるか相手がどこ切ってきてるかによって答えを変えてるから成功率が高いんだよね、ドリブルの。 で、クロスとかも、裏に、早めに通すクロスとか、ああいうのも、裏にスペースがある、押し込んでない状態だから、あのクロスを狙うんだよね。だからそういう風に、戦術を落とし込んでいければ、海外で活躍する日本人も増えていくし、日本人が戦術的だっていうイメージがつけば、海外の戦術的なキーポイントに置きたい選手を日本人から探すっていう、そういうことにもなるし、日本人のその協調性だとか勤勉さが生きる。 体の強い日本人もね、いっぱいいますけども、やっぱり国民性を活かしていくってこと。J リーグでさ、わかんないですけど、今の J リーグは。私のだいぶ前の J リーグのイメージは、外人をセンターフォワードに入れるんですよ。 だからそこにパワーだとか強さ、高さ、上手さもそうでしょうけど、圧倒的にはそれが欲しいから外国から取ってくるんですよね。で、外人の強いフォワードが来たらセンターバックに今度外人を置くんですよ。で、結局日本人のセンターバックとフォワード育たないみたいな。まあ、そういうことですよね。それが、まあ例えばヨーロッパで、あ、このポジション戦術的に複雑だわ。じゃあ日本人からピックアップしよう。こういう風になるのが選手にとってもそれは相乗効果として働くというところですね。 で、最後の3の誰を呼ぶのところに答えていきたいんですが、これはですね、最新の日本代表、ペルー戦の日本代表のメンバーなんですけれども、誰を呼ぶかっていうのはですね、今は日本代表がワールドカップに向けてチームを固めなきゃいけないっていうタイミングでもないんで、誰を呼ぶかっていう問いに対して答えとしてはいろんな選手を呼んで試すっていうところにはなるんだけど、でもやっぱりチームの中心になるのはやっぱ三笘、あと久保、伊藤淳也、 ここの三人でしょうね、フォワードは。ちょっとね、久保と伊藤が被るとかってあるけども、まあ、ちょっと置いときます。誰がどう並ぶだとか、こことここが交代でとか、いや、久保が中盤でとかってあるけど、まあ、チームの攻撃力の中心としては三笘、久保、伊藤っていうところですよね。ここはまあ絶対にこれがチームの中心で、これをどう活かすかっていうことから逆算して考えていくべきですよね、戦術を。まう圧倒的な子なんで、ここの三つは。 で、まあ私の考えでは、板倉。ここは確定ですね。菅原。菅原も本当に素晴らしい選手だし、まあ他の選手も素晴らしい選手なんですけれども、本当に確定と言えるのは、伊藤、久保、三笘、板倉。で、冨安が怪我でどうかっていうところですが、まあ冨安がいれば呼び続けると。チーム中心として。 で、それ以外は競争があるかなというか、中盤もですね、まあ遠藤もよく私の動画でポジショニングのことだとかについていろいろね、生意気に言わせていただいてますが、ですが、もちろん素晴らしい選手ですし、遠藤にしかできないプレーっていうのもある。だけど、確定じゃないんだよね。やっぱり、板倉、三戸、マクボ、伊藤 で比較するとだからここやっぱりいろいろ試していくと思いますね私が監督だったらまあこの間出てた良かった伊藤敦樹だとか森田もいますし。 この前との組み合わせっていうのもありますからね。まあそういうのを測りながらいろいろ回していくと思います。遠藤のとこだけじゃなくて全部ですよ。左のサイドバックもそうですし、インサイドハーフもそうですし。まあとにかく中心としては今言った4人を中心に組み立てていくのかなと。富安入れて5人ですかね。という感じでございます。ということで、まあ私のトークは終了でございます。 By the sounds I'm breathing And hold tight